Who is biblical king? Who is Jesus Christ? And who is Baphomet? Here is my answer in which I claim that king is Jesus and is Baphomet as well. Miss Seri Kimura has sent me a very significant photograph of king at the Louvre Museum, Paris, France, a statue of Cain with a Baphomet skull in his arms. This statue indicates that Cain has a very strong connection between Cain and Baphomet. The name of this statue is Cain and his sons. But why does Cain hold a skull of Baphomet? Today's story starts from here. フランスのパリ在住のセリ・キムラさんがルーブル美術館にある大変興味深い像の写真を送ってくださいました。カインと息子たちという名前の像です。その像のカインはバフォメットの頭蓋骨を手に持っています。なぜカインがバフォメットの頭蓋骨を手に持っているのでしょうか。今日の謎解きはここから始まります。広し林、浜松シティ、ジャパン。林広し先生へ、お調べになっているイエスイコールカイン説、つまりイエスおよびカインの資料となりますよう、取り急ぎこの彫刻の写真をお送りします。カインがバフォメットの頭蓋骨を持っているところに注意してください。美術館関係者に質問してみました。私のどうしてカインがモデルになったのかについては、ルーブル側の説明によれば、これはカインそのものがテーマではなく、親子3世代をテーマとして表現したものであるとのことでした。しかし、どうしてカインがというところには、フランス人もナチスの話題と同様に触れたくないような印象を持ちました。さらにリサーチして、さらなる情報をお届けします。ただこの彫刻がメインのルーブル美術館の華やかなところではなく、道路に面した裏通りに置かれています。ちょっと寂しい位置に置かれています。セリ・キムラ、パリ・フランス、2017年9月3日。この像のタイトルはルフレ・ドゥ・ケイン、つまり The Sons of Cain、カインの息子たちとなっています。その像の中央に立っているカインがバフォメットの頭蓋骨を持っているところに注意し、しっかりと確認しておいてください。一見するとヤギもしくは羊の角のようにも見えますが、このぐにゃぐにゃっと曲がった角に注意してください。これはバフォメットの角、あるいは頭蓋骨と言われているものです。実際のバフォメットの像のそれと比較してみます。右がそのバフォメットの像です。細い顔、尖った顎、そして2本の独特な角に注意してください。つまりこのカインはバフォメットの頭蓋骨を手に持っています。で、1500年後のイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して1枚の絵を残しました。
カシナの戦いというタイトルがついている絵です。上の絵がその絵ですけども、その中には隠し文字の形で数字が隠し込んでありました。 by 林博士発見です。左から7750、そして27です。おそらくミケランジェロもこの数字には気がつかなかったものと思われます。それはともかくも、もう一度しっかりと確認しておいてください。上のカッシナの戦いの絵の中には隠し文字の形で暗号が隠されていました。その暗号を11種ゲマトリアで読むと、77はキリスト、50は聖書の、そして27はカインとなります。ここが重要です。つまり775027は11種ゲマトリアによれば、キリストは聖書でいうところのカインである、キリストは聖書でいうところのカインであると読めます。そのカインがバフォメットの頭蓋骨を手に持っていました。これでカインイコールキリスト、そしてキリストイコールバフォメット林博士説が裏付けられたということになります。セリ木村さんから送っていただいた写真がその裏付け証拠の一つとなりました。セリ木村さん、どうもありがとうございました。 Bye for now。Miss Roxana Harandi, Portugal, wrote to me as follows. The Pisces Sophia tells about his or Jesus Christ's wife and another female disciples. We Gnostics know that Jesus was married.ポルトガル在住のグノーシス派の信者であるロクサーナ・ハランディさんからこんな衝撃的な書き込みがありました。グノーシス派の聖書であるピスティス・ソフィアによれば、イエスには妻ともう一人の弟子、あるいは複数がいました。しかも女性の弟子というのです。私たちグノーシス派はイエスが結婚していたことを知っていますと。そこでグノーシス主義、あるいはグノーシス教について調べてみました。グノーシス主義のグノーシスは知識を持っているという意味である。グノーシス主義はいくつかの古代の宗教の最近の名前である。もともとは紀元後1ないし2世紀のユダヤのミレウスから始まったものである。トラと呼ばれる読み物と他の聖書の書き物を元にしている。それによれば、この物質世界は最高位の神の無邪気な発散によって創造されたものであるという。そしてその発散はスパークとして人間の体の中でトラップ、つまり捉えられる。この神聖なるスパークは、神聖なるスパークを持つ
グノーシスによって解放されるとウィキペディア百科事典です。さらにグノーシス派の聖書と呼ばれるピスティスソフィアについて調べてみました。驚愕すべき事実がそこに書かれていました。広し林浜祭りジャパン。ピティスソフィア、つまりグノーシス文書の中のピティスソフィアに関した部分の中には、なんと女性の弟子がいたことが記されていたというのです。ピティスソフィア自身については弟子の外にいたようなことが書かれていますが、その弟子の中にはイエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマーサという女性が含まれていたというのです。さらに驚くべきことに、再来したイエスはその後11年間も弟子たちと一緒に過ごしたというのです。その11年の間、イエスは弟子たちと比較的レベルの低い話をしたというのです。そしてその11年が過ぎると、今度はイエスは比較的レベルの高い話をしたというのです。そのレベルの高い話の中には、宇宙論や人間がどうすれば最高度のレベルに達することができるか、その方法あるいは知識について関係したものであるというのです。ピティス・ソフィアという聖書の中に書かれていることは、当然のことながらピティス・ソフィアに関したものが多いということになります。ピティス・ソフィアの、死去と再来についての内容ということになります。それについてはともかくも、ここで特に注意していただきたい点は、イエスの弟子はどうやら12人ではなかったということ、そして少なくとも3人の女性が含まれていたということ、さらに言えばイエスは少なくとも11年以上その後も弟子たちを指導し続けていたという点です。詳しくは続く動画の中で説明しますが、これがイエス・キリストの実像ということになります。イエス・キリストです。そしてそのイエス・キリストを囲んで4人の人物がここに描かれています。一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるスケッチ画です。この4人に私は注意しました。そしてこの4人とよく似た人物プラスイエス・キリストが、ミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵の中に描かれています。で、私林浩司はここに描かれている4人の人物はイエス・キリストの仲間イコールイエス・キリストの弟子ではないかと判断しました。そこでミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの中に描かれている人物と比較してみました。今赤丸で囲んだ人物は同じです。右上がその拡大図です。で、この人物は頭に花冠をつけています。この群像の中では王、つまりイエス・キリストということになります。で、イエスを囲む4人について調べてみました。この今丸で囲んだ人物は大変よく似ています。他の3人についてはそのようにも見えるかなというレベルで、似ているということになります。で、私林浩司はこのカッシナの戦いの絵の中に描かれているのはイエスの弟子たちと判断しました。が、数が合いません。
それにここにいるのは女性です。女性の性器が正確に描かれています。そしてその女性の右上、今丸をつけた人物ですが、この人物の胸は大きく膨らんでいます。つまりこの人物も女性ということになります。この人もどこか体つきが女性っぽく見えますが判断できません。その下の人も女性っぽく見えますが、やはり判断ができません。そして今四角で囲んだ人物がマリア、イコールマグダラのマリアということになります。その証明はこの続く動画の中でします。ともかくもここに描かれているのは17人プラス水の中から手を出している人物を加えると18人ということになります。12人の弟子と言われているイエスの弟子の数と数字が合いません。それで私林浩司は率直に言って悩んでいましたが、今回見つかったグノーシス文書の中のピスティスソフィアの記述の中にこの謎を解く大きな鍵を手に入れることができました。結論を先に言えば、イエスの弟子は12人ではなくて18人ということになります。そしてその中には女性も含まれていたということになります。これで謎が解けました。繰り返します。イエスの弟子18人説です。その中にはマリアも含まれています。そしてその証拠を1500年後のイエス・キリスト自身がミケランジェロという操り人形芸術家を通して表現したということになります。繰り返します。イエスの弟子18人説です。そして先に紹介したグノーシス文書の中のピスティス・ソフィアに関する記述の中には3人の女性の名前が出てきます。イエスの母親の聖母マリア、マグダラのマリア、そしてマーサという名前の女性です。となるとこのカッシナの戦いの絵は正確に3人の女性を表現しているということになります。残るのは男性ということになります。繰り返しになりますが、右下の白丸で囲んだのがイエス・キリストです。頭に花冠をかぶっています。そして足の皮をベロッと剥いでいます。靴下を履いているのではありません。そして左の赤い四角で囲んだのがマリアです。聖母マリアです。その証明はこの続く動画の中でします。ともかくもここに描かれているのはイエスと18人の弟子ということになります。ではなぜローマンカトリックは12人の弟子にこだわったか。言うまでもなく、ローマンカトリックはミトラ教のパクリ教であったからです。ミトラ教、そしてそれに続くギリシャ彫刻の神々は12神でした。それで12人の弟子にこだわったというわけです。ここで簡単にミトラ教とキリスト教を比較しておきます。左がミトラ教です。右がキリスト教です。ミトラ教の方がキリスト教より500年くらい先に生まれています。ミトラは母アナヒーターの処女解体で12月25日冬至祭の日に生まれます。馬屋で生まれます。同じです。
そして奇跡を行っていますが、同じです。そして十二星座、十二神、そしてキリスト教は十二使徒ですね。それからミトラの勝利日、復活祭、イースターですね。イスターがイースターと変名しました。そして最後の晩餐も同じです。パインとワイン同じです。洞窟や地下で貢ぎを行った、同じです。バプティズムという、まあ、神義はミトラ、もともとはミトラ教のものです。ミトラは光である、同じです。私は復活する、言葉も同じです。ハルマゲドンの時の様子も同じです。メシア、ミトラ自身を言います。ミトラがメシアに変容しました。守備、同じです。まあ、神父をファーザーと呼ぶのも同じです。父親はアフラマズダ、キリスト教は分かりません。あのアーメンという言葉ももともとはミトラ教の神事で使う言葉です。そして肖像画も同じです。左はザラスストラですね。そして右がイエス・キリストです。左がザラスストラ、つまりゾラスターです、マギです。そして右がイエス・キリストです。立場も同じです。こういうところからキリスト教は12人の弟子、12という数字にこだわったと私林博士は判断しています。ですから18人であっても何もおかしくないということになります。で、結論ということになります。結論はミケランジェロなる画家が描いたとされるこのカッシナの戦いの絵ということになります。ここには右下にイエス・キリストが描かれ、そして18人の弟子たちが描かれています。水の中から手を出しているのがユダということになります。そしてグノーシス教のピスティス・ソフィアによれば、この中には3人の女性人もいるということになります。これでこのカシナの戦いの絵の謎が解けました。1500年後のイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して自分の18人の弟子をこの絵の中に書き込んだということになります。続く動画の中でその内容について詳しく説明します。Yuda betrayed Jesus. Why did Yuda betray Jesus? God Answers Organization website answers as follows. While we cannot be absolutely certain why Yuda betrayed Jesus, some things are certain. First, although Yuda was chosen to be one of the 12,All scripture evidence points to the fact that he never believed Jesus to be God. He even may not have been convinced that Jesus was a Messiah. Unlike the other disciples that call Jesus Lord, Judah never used this title for Jesus and instead called him Rabbi, which acknowledged Jesus as nothing more than a teacher.While other disciples at times made a great professions of faith and loyalty, Yuda never did so and appears to have remained silent. This lack of faith in Jesus is a foundation for all other considerations. However, today's point is not this. You see strange hands in the sketch, The Battle of Cascina,sketched by Michelangelo Buonarroti, and here in this video,
I would like to examine whose hands these are. Although I just reckon that these hands are Yuda's, to say is one thing, and to prove it is another thing. ミケランジェロはカッシナの戦いの絵の中で奇妙な手を描いています。私はこれはキリストを裏切ったユダの手と考えていますが、そう思うというのと実際そうであると証明するのは全く別のことです。で、この動画の中ではそれを証明してみることにしました。小さな小さな謎ですが、それを証明するのは大変なことでした。広志林、浜松シティ、ジャパン。最初に今日の動画の道筋を皆さんに話しておきます。ミケランジェロが描いたカッシナの戦いです。で、この絵の中にですね、ここにイエス・キリストがいるということを証明します。次に左の上にですね、マリアがいる、偉大なイシュタールがいるということを証明します。まあ、ここにいる左の人がですね、マリアです。それを証明します。で、続いてこの群像といいますか、の人たちはイエスの12人の使徒プラスアルファ、女性もいますけども、まあそういった人たちがいるということを証明します。そして、まあこの中に11人の弟子がいるわけですね。そしてこの下の赤い丸です。この手はイエスを裏切ったユダの手であるということを順に説明します。ミケランジェロ・ブアノルティが描いたとされる、まあ、大変奇妙な絵があります。カッシナの戦いというタイトルの絵です。まあ、奇妙な絵なんですけども、この絵の下の方に、これまた奇妙な手が2本描かれています。赤い矢印のところを注意深くご覧ください。黄色い枠で囲ってみました。水の中から手が出ています。これは誰の手かということなんですね。で、今日はこの動画の中で、この謎について考えてみます。まあ、小さな小さな謎ですけども、その向こうには巨大な謎が隠されていました。この手は誰の手なのか、ということですね。マルカトニオ・ボログニーズという画家がいました。ルネサンス期の画家と思われますけども、まあ、これ以上資料がありませんので、詳しいことはわかりません。そのマルカ・トニオがですね、大変奇妙な絵を描き残しています。これがその絵なんですけども、この絵の中にも隠し文字、つまり一文字の形で数字が仕込まれていました。7ですね。で、77はですね、ヘブライ語及びユダヤ語のゲマトリアでクライスト、つまりキリストを意味します。言うなれば暗号のようなものと考えてくださって結構です。まあ、77イコールキリストということになります。で、同じようにですね、ベネチアのも大変奇妙な絵を描いています。アゴスティのベネチアーノです。で、このベネチアーノの描いた絵に今日は注意していただきたいと思います。やはり、隠し文字、一文字の形で、5、0はもう少し大きいかもしれません。そして2が仕込まれていました。一番左端はですね、1と判断できますけども、まあ確かではありません。まあともかくも1502という数字が浮かんできます。これをですね、ゲマトリアで読みますとですね、まあ、イエスの聖霊ということになるわけですね。1502。いわゆるこれは、ユダヤのゲマトリアです。まあ、そのような意味で使ったということですね。そして、ミケランジェロも、カッシナの戦いの中で、それを表現しました。これがカッシナの戦いですけども、この中には、一文字が仕込まれていました。by 林博士の発見です。で、これが、
カシナの戦いですけども、ここに7があります。で、775027と数字が浮かび上がってきます。まあ、これが隠し文字、一文字ということになります。まあ、500年間誰もこれに気がつかなかったんですよ。で、77っていうのはですね、やはりユダヤのゲマトリアで読みますと、これはイエス、キリスト、キリストってことになるわけですね。キリストをですね、ゲマトリア、カルキュレーションで読みますと77。で、号令は聖書のという意味です。そして27はカインですね。という意味です。ですからこれ読みますと、キリストは聖書のカインであると読めるわけです。まあ、ミケランジェロはそのようなメッセージを残したということになります。で、マルカ・トニオと、それからベネチアーノと、それからミケランジェロの絵を比較してみます。まあ、大変、まあ、奇妙と言いますか、奇妙な、やはり奇妙ですね。事実に気がつきます。で、左下がマルカ・トニオ、それ右下が、ベネチアーノということになるわけですけども、上のその、ミケランジェロの描いた絵と比較してみますと、同じ人物がそれぞれ描かれていることがわかります。中部からご覧くださいね。同じですね。そして、7という数字を表しています。で、ここにいる人も同じですね。で、5という数字を表しています。0ですね。同じですね。となりますと、これ同じ画家が描いたのかということになるわけですけどもね。あるいは、どうなのかということですけども、上の、その、カシナの戦いの絵はですね、これはミケランジェロの描いたスケッチ画を弟子がスケッチしたということになっています。ですから、まあ、そういった形でコピー画が作られたということは、十分考えられます。ともかくも、このように同じ人物が描かれているということです。まあ、これをどのように解釈するかは、まあ、今日のテーマではありませんので、まあ、こうした奇妙な点があるというところに注意してください。そしてこの人物なんですね。背中に、まあ、人間にはないボコボコとしたコブができていて、そして背中のにはヒレがありますね。いわゆるラム族特有のヒレが表現されています。右はですね、システィーナ礼拝堂の天井画のリビアの巫女と呼ばれている、まあ、絵ですけど、これは巫女、すなわち女性ではありませんよ。まあ、それをこれからちょっと簡単に説明しますけども、まあ、こうした絵をですね、ミケランジェロが描いていたということですね。まあ、ミケランジェロが描いたわけではありませんけどもね。ミケランジェロを通して1500年後にイエスが描かせたということになるわけですけども、この人でなんですけども、乳首を注意深く見てください。で、左もこれは、この絵も、なんとなくこう女性っぽくは見えますけどもね。私はこの人は男性と判断しました。が、それがですね、知った礼拝堂の天井画として表現されているということです。まあ、リビアの巫女ですね。まあ、女という字を書くわけですけども、リビアの巫女ではありませんね。男性の乳首が小さいですけども、表現されています。もし、この人が女性であるならば、乳房がですね、このように見えてもおかしくないわけです。また見えるはずですね。しかし、そういった乳房がなくて、まあ、男性の乳首を持った人、すなわち、この人は、男性であるということになります。自然な礼拝堂のこの天井側はですね、男とか女がもうめちゃくちゃですから、その点を注意して、また検証なさってみてください。これは余談です。ベネチアーノの絵に戻ります。ベネチアーノの絵です。この絵の中にもイエス・キリストが表現されています。右下にいる人物がイエス・キリストです。足の皮を剥いでいます。ベローと剥いでいます。で、これがイエスだとするならば、左端に立っている人はですね、バランスから考えて、私はマリアと判断しました。やはり、まあ、ストッキングのような皮をですね、ベローと剥いでいるか、剥いでいるところでしょうね。で、顔を見てみますと、やはりこのどこか女性っぽいということですね。すなわち、右にイエス、そして左にマリア。バランスをとって、このような絵が描かれたものと判断しています。つまりこれが、マリアということになるわけですね。で、その証拠をこれからお見せいたします。ベネチアーノの絵に戻ります。その中には、1502という数字が隠し込まれています。15、すなわち15というのはですね、イナンナ・イシュタール、ヘブライ名、マリアの神聖数ということになります。そして、例に逆に読みますと、20というのは、シャーマシュの神聖数ということになります。イナナとイシュタールが組んでですね、キリスト教を立ち上げました。
イナナ・イシュタルのヘブライ名はマリアです。また、1502のこの4つの数字を足しますと、8になります。8というのは、8方向に伸びる金星のマーク、すなわち、イナナ・イシュタールのシンボルマークへと繋がっていきます。ともかくも、1515は、イナナ・イシュタールの神聖数であるということ。そして、20というのはですね、シャマーシュ、すなわち、イエスの神聖数であるということになります。つまり、この絵はですね、左に立っているのが、イナナ・イシュタール、すなわちマリア。そして、右に、足の皮を剥いでいるのが、イエスということを示しているということになります。ここが重要ですから、もう一度皆さんに確認しておいていただきたいと思います。ベネチアノの描いた絵です。この絵の中には、一文字の形で、つまり、隠し文字が仕組まれていました。1502。で、15、すなわち15というのは、イナナ・シュタール、ヘブライ名、マリアの、神聖数です。そして、02、20というのは、シャマーシュの神聖数です。イナナ・シュタールがですね、シャマーシュと組んで、キリスト教を立ち上げました。で、1502を足しますと、8という数字にもなるんですね。8というのは、イナナ・シュタールの、シンボルマークである8方向に伸びる、金星を表す数字としても使われています。で、上がですね、右が、カシナの戦いの中に描かれている男性です。その左の絵がですね、これは、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる人物像です。で、花冠をかぶっているところからですね、いわゆるラム族、レプタリアン族の王であることを示します。なわち、これがイエス・キリストということになるわけですね。そして、鳳凰の被る帽子も、この絵の中に隠し込まれています。つまり、このバランスから考えてですね、右がイエス・キリストですから、左に立っているのは、これは私はマリアと判断しました。今言いましたように、15という神聖数が、その証拠ということになります。で、この人はマリアということになるわけですね。やはり、足の皮をベローと剥いでいるところと考えられます。そして、背中にはヒレがあり、体中にはボコボコの、いわゆるコブが、できているということですね。で、これがマリアであると判断しました。by 林博史です。で、このようなヒレも表現されています。で、顔をですね、よく見ますと、この顔はですね、やはり女性っぽいんですよね。で、カシナの戦いについて言えばですね、皆男性であるというふうに、一般には、解釈されてますけども、このカシナの戦いの中には、明らかに、女性が少なくとも二人、あるいは二人以上描かれています。それもこれから自由に説明します。繰り返しになりますけども、1502。右端にいるのが、イエス・キリストです。そして左端にいるのが、いわゆるイナナ・イシュタール、マリアということになります。1502ですね。確認していただけましたか？ここが重要なポイントです。ダ・ヴィンチの謎についても少し触れておきたいと思います。カシナの戦いの中には775027という数字が隠し込まれています。その775027の中からですね、数字を抜き出してダ・ヴィンチは自分の死亡日としました。67歳の5番目の月の2日に亡くなったということになったわけです。しかもですね、6752を足しますと20となります。すなわち先ほど言いましたシャマーシュの神聖数と一致します。このような形でですね、カシナの戦いの中の、右下にいる人物はですね、シャマーシュであることをミケランジョのある画家が、示したということになります。そして775027の数字を抜き出して自分の死亡日としたということはですね、ダ・ヴィンチはその日には死んでいなかったということになります。カシナの戦いの絵ができた時には、まだレオナルド・ダ・ヴィンチのある画家は生きていました。もう一つ外堀を埋めておきます。先ほどカシナの戦いの絵の中の右下にいる人物は、イエス・キリストであると私は説明しました。何度も説明したことなんですけども、ここでもう一度確認しておいていただきたいと思います。これはミケランジェロなる画家が作ったとされるペーター像ですけども、この向かって左がイエスの右腕に注意してください。奇妙な人間にはないコブがボコボコと表現されています。このコブに注意してください。
このコブですね。人間にはありませんね。このコブがですね、まあイエスの右腕に表現されているということです。注意深くご覧ください。これはイエス像ですよ。ペーター像ですよ。マリアがイエスを抱いているんですよ。そのイエスの腕にですね、このようなコブが表現されているということです。注意深くご覧ください。コブですね。で、このコブと同じものが実はカシナの戦いの絵の中にも表現されています。このコブに注意してください。このコブが特徴。このコブが特徴というの、まあ特徴的ということになるわけですね。で、まあこのカシナの戦いの、やはり右下の人物ですね。頭に花冠をつけているこの人物に注意してください。繰り返しますけど、この人物は靴下を履いているのではないんですよ。足の皮をベローっと剥いでいるんですよ。その人物の、この向かって、右側のね、左腕に注意してください。この腕と、ピエタ像の中に表現されているイエスの腕と一致します。まあ、切り出して、90度動かして、拡大して、そして左右反転してみます。まあ、このような形でですね、ミケランジェロなる画家はですね、このカシナの戦いの右下の人物はイエス・キリストであることを示しました。コブに注意して、まあ、少し影になってますから、見にくいかもしれませんけども、注意深くご覧ください。そして特にこの肘のあたりのコブですね。このあたりが一致しています。注意深くご覧ください。すなわちこのような形でですね、左がイエス・キリストですから、右のこの人物もイエス・キリストということになるわけですね。まあ、統一性を持たせてこのように表現したと私、林博士は判断しています。まあ、つまり、左の人物がですね、イエスであるから中央もイエス。そして、ダヴィンチなる画家もですね、解剖図のところで同じような腕を表現しています。特に上腕の部分に注意してください。ボコボコと、コブがありますね。左のペーター像のイエスにも同じようにボコボコと、まあ、そのコブが表現されています。そして上腕のところにこのようなヒレがありますね。これは筋肉が盛り上がったからできた、境目ではなくて、まあ、そのようなヒレがあると判断できますね。そして上のところにはボコボコとした、まあ、コブがあると。まあ、このような形で三者が繋がっていくわけです。なわち、まあ、簡単に言えば、みんな同じ画家、すなわち、1500年後にイエスが描いた絵ということになるわけです。そして右下の人物はイエスということになります。これで皆さん先ほどの、ベネチアードの絵の右いた人物がですね、イエス・キリストであるということに納得していただけたと思います。同じ人物ですからね。同じ顔ですからね。ですから、まあ、これがイエスということになるわけです。もう一度確認してください。ヒレに注意して、コブに注意してください。同じように表現されているということですね。まあ、それが左の方は彫刻という形で表現されているということになります。まあ、わかりやすく言えばですね、左の彫刻も右の絵もですね、人間技ではないということです。さらに確認していただきたいことがあります。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書き残したと言われているスケッチ画です。そして、この人物と同じ顔をですね、ミケランジェロなる画家が描いています。カシナの戦いの中に描かれている、まあ、先ほどからイエス・キリストと判断した人物です。そして右がペーター像です。そして右二つはですね、腕でつながります。そして左二つはですね、同じ顔ということでつながります。すなわち、一番右がイエス・キリストですから、中央もイエス・キリスト、そして左もイエス・キリストということになります。注意深くご覧ください。そして皆さん自身で確認してください。で、私はこれがですね、今から2000年前、ルネサンスから見ればですね、ルネサンスに先立つ1500年前のイエス・キリストと判断しました。となるとですね、この周りの人たちは誰かということになるわけですね。で、この周りの人たちに注意していただきたいんですけども、どこか人間っぽくないですね。そしてこの左の人物の首には生命維持装置のようなものが首の周りについています。そしてこの人たちに注意していただきたいんですけども、どうも人間のようではないような気がするわけですね。まあ、どこかボコボコとしたコブが、まあ、表現されているように思います。で、この顔、の人物がですね、実はカシナの戦いの絵の中にも描かれているということです。
つまりですね、こうして顔を並べてみるとですね、まあ、どこか人間らしいからぬ顔ということになるわけです。そしてその、まあ、中央に、2000年前のイエスの顔を置いてみます。まあ、こういう絵をレオナルド・ダ・ヴィンチなるかが描き残しているということですね。そしてまあ、この4人は誰かということですけども、まあ、イエスを中心とする4人の仲間ということになるわけです。仲間ということになりますと、まあ、一般に言うと、弟子、使徒ということになるわけですね。そして、まあ、こう比較していますと、今赤丸です。まあ、結んだのが、これがイエス自身ということになります。で、左上はですね、これはレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵ですよね。で、右が、これはミケランジェロの描いた絵ですけども、顔が一致していると。すなわち、これがイエスということになりますね。で、他の4人もこの中にいるんじゃないかなと思うんですけども、この人が特によく似ているんですね、顔がね。見てください。ですから、まあ、左上の、まあ、仲間たち、まあ、イエスとその仲間たちの、仲間たちがですね、まあ、下のですね、ミケランジョの頭の戦いの中に描かれているということになるわけです。ただ、他の人たちはあまり顔が似てないと言いますか、ちょっと難しいかなという部分はありますけども、まあ、こうして、まあ、両者を突き合わせてみるとですね、まあ、ダ・ヴィンチの描いた人物と、そして、ミケランジョが描いた頭の戦いの中の人物が、まあ、一致していると。完璧には一致してませんけども、よく似てるなというレベルで似ているということですね。なあち、ここに、頭の戦いの中に描かれているのはですね、まあ、一般的に言われているような、まあ、説明書きの人物ではなくて、イエスとその仲間たち、すなわち、まあ、12人なら12人でいいわけですけども、12人の弟子ということになるわけですね。で、人数が17人で合わないじゃないかとおっしゃいますけども、この中には女性も描かれているんですよ。今ちょっと赤間で囲んでいましたけど、この人は乳首がありますね。胸が大きくて乳首がありますね。そして、その左の下の人はですね、なんと女性器が正確に、まあ、描かれています。まあ、ミケランジェロの描いた絵の中で、このように女性器が正確に描かれている絵というのは、これ1枚だと私、林浩司は判断しています。まあ、私が見つけた範囲では、これ1枚だと判断しています。で、ここにも人がいるんですけども、これどうも女性っぽくないんですよね。で、頭も、なんて言いますか、くるくると巻いてる、ターバンのようなもの巻いてる、皮膚を剥いでいるのかもしれません。ともかくも。ですから、まあ、4人、この中に少なくとも、女性が描かれているということになるわけです。で、右上の方にはローマ兵も描かれているような感じですね。すなわち、ここに描かれているのはですね、12人の、イエスと12人の弟子ではないかと、そのように判断したわけです。で、もう一度ここで確認してくださいね。いよいよ、まあ、核心部分ということになるわけですけども、上がベネチアノの描いた絵ですね。で、下がミケランジェロの描いた絵です。で、ベネチアノの絵の方でですね、ここに、まあ、両端に、ここにいるのがイエスであると。そして左端にいるのがマリアということになりますね。ですから同じ人物が下の、頭の戦いの中に描かれているから、このキー枠の人はイエスとそれからマリアということになるわけです。で、まあ、全体で18人いますからね。まず2人を取り除きますと16人になるわけです。そして、まあ、この中に明らかに乳房があり、女性器がある人をですね、2人除きますとですね、14人となるわけですね。他にも女性っぽい人、それから、まあ、ローマの兵隊らしき人もいますからね。まあ、数がちょっと合わないという部分もあるんですけども、13人から14人が残るということになります。まあ、もう一度念のために人数を確認しておきたいと思います。全体で18人の人が描かれています。で、下の手の人も加えますと19人になりますね。で、この方、今赤丸つけた方はですね、まあ女性器が正確に描かれてますから、まあ女性と判断します。ミケランジェロが描いた絵の中でもこのようなものが描かれているのはこれ1枚だけですね。私が発見した範囲では1枚だけです。で、これで、まあ、この人を除いて16人になって、で、この人には乳房がありますから、また1人除きます。まあ、これで16人になるわけですね。で、まあ、女性を除いているということです。そしてこの人がですね、まあ、先ほど言いましたように、これは男性なんですよね。ですから、引いていいのか悪いのかわかりませんけども、体つきがどこか女性っぽいですね。で、その下に、右下にいる人は、これは頭から、まあ、
顔を剥いているんでしょうけどもね、ターバンのようなものを巻いてますけども、顔が女性っぽいということで、まあ、順に減らしていきます。まあ、二人減らしますとね、これで14になるわけです。まあ、私がここで証明したかったのはですね、12人の弟子をですね、この中に表現されているはずだということで、証明したかったんですけども、まあ、男女の性別がはっきりわからないということでですね、もう一人、ローマ兵のような人も描かれてますからね。ですから、どのように判断していいかわかりませんけども、ともかくも12人、あるいは13人以上前後のですね、まあ、弟子が描かれていると、私は判断しました。まあ、100歩譲ってもですね、まあ、この中にはイエスとマリアが描かれてますから、残った人たちがですね、弟子と考えても、まあ、なんらおかしくないわけです。もうその中に手が描かれているということになります。で、まあ、その、イエスとマリアが描かれていて、そしてイエスの弟子たちが、まあ、描かれていると。まあ、そのように判断したわけですね。で、まあ、この4人については、一応女性と判断して、そしてイエスとマリアを除くと。で、6人を除くと。で、18人を除きますから、12人となるわけですけどもね。で、ローマンソルジャーを1人除きますと、11人で、じゃあもう一人はどこにいるかというと、水の中にいるということになるわけです。で、水の中にいる人は誰かということになりますと、12人の弟子の中でこのような、まあ、扱いといいますか、このような立場にあったのはユダ一人ということになるわけですね。で、まあ、そのように判断したわけです。で、今、9と書いた数字の人がローマ兵ですからね、これをローマ兵とするならば、まあ、黄色い人がですね、黄色い人を入れて12人の弟子ということになるわけです。で、その中央の赤い丸の人が男性ということになりますと、どこかでもう一人、まあ、調整しなければならないということになります。ともかくもそういった人たちが、このカシナの絵の中に、まあ、書かれているということですね。で、結論から言いますと、まあ、このカシナの絵の中に書かれているのはですね、イエスとマリアと、そして12人の弟子プラス、まあ、アルファということになるわけです。その12人の弟子の中でですね、まあ、助けてくれ、助けてくれと言って、もがいているのが、私はユダと判断しました。まあ、この手がですね、ユダの手と判断する、まあ、証明するためにですね、本当に本当に回りくどい回りくどい説明になりましたけども、まあ、私自身もですね、こんなに手こずるとは思いませんでした。つまり結論を言いますと、この手は、まあ、イエスを裏切ったユダの手ということになるのではないでしょうか。また、林博はそのように判断しました。まあ、皆さんの判断はどうでしょうか。それでは皆さん、Bye for now.